見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。格差社会や気候変動の根本原因は資本主義にあると指摘し、晩年マルクスの思想を援用し、脱資本主義、脱成長、お得対等公平し、マルクス研究における最高峰の賞、ドイッチャー記念賞を日本人初、史上最年少で受賞した気鋭の思想家は、同世代や近い世代の若者の貧困をどう見ているのか、貧困に陥った若者たちの実態に非連続で迫る特集、見過ごされる若者の貧困、日目の大会話、その解決策を斉藤氏に聞いた、1から日目の記事はこちらからご覧ください。一目のその他の記事、第1回、第1回、コロナで生活苦しい人に使ってほしい制度、8つ、コロナ禍で格差拡大の構図がはっきりした、コロナ禍で厳しい状況に置かれる若者が増えています。確かに、コロナ禍によって格差の拡大に拍車がかかり、そのしわ寄せは若い世代に行っています。ただ、日本での格差の拡大はバブル崩壊以降、ずっと起こっていることです。終身雇用、年功序列型賃金を前提とした日本型雇用システムが収縮して、非正規雇用が増加し、雇用が不安定化。正社員になれても、労働者を使い捨てる、いわゆるブラック企業も増え、労働状況は極めて悪化していきました。貯蓄ゼロ世帯、2以上世帯は1987年 2% だったのが、017年には 1% にまで増え、ここ0年間の上昇傾向は明らかです。とりわけ深刻なのが0代、0代の単身世帯で、貯蓄ゼロ世帯が激増し、多くの人が基本的な生活を維持していくことすら困難な状況に陥っています。すでにあった格差がさらに広がっているということですが、富裕層を見れば、アベノミクス下での日本では年間所得が1億円以上の世帯が1万以上増えました。世界的にも、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスやテスラ CEO のイーロン・マスクら大富豪8人は、この5年間でそれぞれ資産を倍以上に増やしています。株価も日米ともにコロナ禍で GDP が大幅に下がったにもかかわらず、歴史的な高値を記録しました。富める者たちは安全なテレワークで働きながら、株高を利用して資産を運用し、さらに富を増やしているわけです。